はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、上沼恵美子さんのですね、解決エミチャンネルというですね、長寿番組がカジサックさんとのパワハラ騒動をきっかけにですね、急遽終わることになったんですけども、なんとですね、終わった後にですね、新しい番組をですね、撮影するまでのですね、間をつなぐためにですね、そのエミチャンネルのですね、再放送だったりとか総集編を流させてほしいっていう風に局の方がですね、その上沼さんにお願いしたんですけども、なんとですね、それすらもですね、拒否するというですね、もはや嫌がらせに近いことをしているということが分かりました。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、そこから起きるですね、上沼さんに起きるですね、まあ影響とは一体何なのか、この辺に関してですね、僕なりにいろいろと話をしていきたいと思います。まずですね、一連の流れをですね、お話ししたいと思います。そもそもなんですけども、上沼恵美子さんはですね、大阪ではものすごく人気で、いろんな番組をですね、まあ多数レギュラーを抱えてるんですね。はい。で、その中の一個が解決エミチャンネルという、これまたこう25年くらいかな、続いてるですね、まあ本当に長寿番組ですよね。まあ今の時代25年も続く番組なんて、まあないですからね。はい。でですね、その番組にですね、カジサックさんがレギュラー出演の方をしていたんですね。カジサックさんは YouTube でブレイクする前のですね、人気が全くない、まあ言ってみたら芸人さんとしてですね、一切仕事がない頃から上沼恵美子さんにものすごく気に入られていて、その結果ですね、そのエミチャンネルのレギュラーに抜擢されたわけなんですね。まあ、上沼さんのですね、人間性として、好きな人に対してはものすごく甘くですね、可愛がりますけど、嫌いな人に関しては徹底的に拒否するというか、否定するというか、つまりこう、人としての好き嫌いがすごく激しい人なんですね。はい。結構ですね、その大阪の番組とか知らない方で言うと、上沼恵美子さんといえばですね、M1 グランプリの審査員みたいなイメージもあると思うんですけど、結構その M1 とかも見てると、好きな人に関してはベタ褒めして高得点つけて、嫌いな人に関してはですね、なんであんたみたいなのが決勝出てきたのみたいな感じで、ボロカスに言うみたいなイメージがあります。ですよね。まあ、とにかく好き嫌いのですね、まあその気持ちが激しいと言いますか、気分のこう上下が激しいと言いますか、まあ、そんな感じの印象を受ける方です。はい。で、カジサックさんはですね、見事上沼恵美子さんに気に入られたことによって、そのですね、他に全然仕事がない状況から急にエミチャンネルのレギュラーに抜擢の方をされたんですね。はい。ただですね、カジサックさんがですね、ある日急に番組を降板する、ここからですね、大きく流れが変わり始めます。はい。カジサックさんはですね、なぜ番組を降板したかというと、上沼さんとのですね、レギュラー番組、まあ、そのね、レギュラー番組での出演中に上沼さんの逆鱗に触れてしまったからなんですね。カジサックさんは上沼さんに対してですね、何か不義理をしてしまったらしくて、その結果上沼恵美子さんが、このカジサックさんに対して激怒したと。まあ、ここに関してはですね、カジサックさんがどれほどの不義理をしたのか、それとも上沼さんのですね、ただの言いがかりなのか、まあ、それはですね、どこまでが本当で嘘かはわかりません。ただ一つだけ確実なことは、この二人のですね、まあ、言ってみたら指定関係とも言えるべきですね、ものすごく仲のいい関係にですね、亀裂が入った、ここに関してはですね、まあ、間違いないと思うんですね。まあ、ちなみにカジサックさんはですね、どういう風なですね、経緯で嫌われてしまったのかとか、ね、そこに関してはですね、一切話す気はないみたいですね。はい。多分これから先も話さないと思います。はい。でですね、そんな風にですね、上沼さんとカジサックさんの間で亀裂が入った結果、上沼さんがですね、カジサックさんをですね、番組内でめちゃくちゃパワハラに近いですね、もういじりの度を超えたですね、まあ、いじめ的なくらいのですね、まあ、いじりをしてしまったわけなんですね。まあ、その結果、そこは放送できないということで全カットになった結果、カジサックさんはレギュラー出演中の番組もかかわらず、ね、60分の放送時間のうちにですね、たった1分しかテレビに映らないという非常事態になります。そしてカジサックさんはその放送最後に番組を降板します。そしてですね、その一連の流れがですね、ネットニュースだったりとかいろんな、そのですね、媒体でですね、大きく報じられます。はい。で、その結果何が起きたかっていうと、ここから大事なんですけども、番組の方からですね、やはりこの一件がこれだけ大きく扱われたということは、まあ、どう考えてもですね、いろいろ変えていかないといけないと。まあ、時代も時代ですからね。はい。まあ、言ってみたらですね、今の時代ってどんどんいろんなことがですね、こうね、考え方だったりとか、ね、そういうものがアップデートしていってですね、昔はこういう表現ができてると今はダメとか、いくらでもあるわけじゃないですか。上沼さんの番組っていうのは、いい意味でも悪い意味でも、昔から何も変わってないんですよね。はい。昔だったらこの言い回し OK だったけど、今はダメだよ、みたいな、そういった言い回しとかも結構やったりする方なんでね。はい、物事をはっきり言うと言いますか。はい。だからこそ何が起きたかというと、そのですね、番組側がですね、上沼さんにですね、話し合いの場を設けたんですね。はい。そしてですね、上沼さんの方も、ね、まあ言ってみたら、ね、この番組を良くするためだったらね、私も変わっていくから何でも言ってちょうだいと。ね、要はダメ出しでしてちょうだいじゃないですけどね。そんな感じのことを言ったわけなんですね。で、そのですね、まあ番組側としてはですね、ありがたいと。ね、そう言ってもらえるんだなって思って、じゃあですね、こうで、こういうとこがあれなんで、こうしていきましょうと。これから先はこうですから、こういうふうにすべきなんじゃないですかということで、いろいろとですね、提言したんですね。はい。そしたらそれに対して上沼さんがなんとブチ切れて、そんなに言うんだったらやめてやるよというわけで番組が終わったというわけなんですね。
でね、だからこそですね、終わるタイミングをすごく変なタイミングで終わっちゃったんですよ。はい。なんとですね、7月のですね、最終週、7月いっぱいで急に終わりになっちゃったんですね。はい。これがですね、いかにおかしいことかって話なんですよ。普通ですね、テレビ番組の改編期、まあ番組が終わったりとかですね、するっていうのはですね、だいたい春と、秋なんですね。つまりその4月スタートか10月の1、4月の1週目スタートか10月1週目スタートが普通なわけなんですよ。うん。だから上沼さんの番組がもしちゃんと終わるんであれば、9月の最終週までやって10月の1週目から新番組スタートっていうのが普通なんですね。にもかかわらず7月の最終週で不自然に終わったっていうのは、その上沼さんがですね、いかにブチ切れて、じゃあやってらんないよ、やめてやろうよって言ったのか、言ったのかってことがですね、よくわかりますよね。はい。まあ何にせよですね、番組は終わることになってしまいました。はい。ただ大事なのは、10月の1週目から新番組が基本的に始まるわけですから、じゃあ7月の終わりで終わってしまった場合、8月と9月どうするのって話ですよね。うん。8月、9月何放送するのって話なわけじゃないですか。うん。まあテレビ局側からしてもですね、急に番組が終わってしまったんで、急遽新しい番組をですね、2ヶ月分で撮るなんてなかなか難しいわけですよ。うん。ってなった時に、じゃあどうし、何をお願いしたかというと、じゃあ今までのね、25年間もやってたわけですから、その中のやつを、まあベストセレクションじゃないですけど、再放送みたいな感じで当て込んで、まあ、間を繋ぐじゃないですけどね、それをさせてもらえませんかってことをですね、お願いしたわけですね。うん。まあ、この辺はですね、やはりそのコロナとかの影響でですね、なかなかね、番組の収録がままならないときに、いろんな番組がですね、過去の放送分を再編集したりとか、総集編したりとかするのってよくありましたよね。まさにあの流れをやろうとしたわけですね。そしたらなんとですね、上沼さんがそれを拒否したんですね。はい。そんなことはさせない、許さないっていうふうに言われてしまったんですよ。はい。ってなると、テレビ局側からもしてもで、テレビ局側からもしてもですね、そんな8月9月の2ヶ月、急に何も放送するものがなくなってしまって、いや、一体どうすればいいんだ、新しく撮影するにしても、みたいな感じで、今めちゃくちゃ困ってしまってるというのが、一連の流れになります。はい。じゃあここから何がわかるかって話なんですけど、僕はですね、上沼さんがね、番組を辞めたいんであれば全然辞めても OK だと思うんですよ。うん。ただ今回のことですね、そのね、再放送、再編集とかね、そういうことも許さないっていうのは、もはやただの嫌がらせではないのかっていうふうに正直思いますね。うん。というのは何かっていうとですね、まあそもそもなんですけど、なんで番組が終わったかっていうと、そのテレビ局側がもう上沼さんの番組を新しい生まれ変わらせるために、こういうふうにさせていこうっていうですね、そういった願いがあったわけですよね。で、対して上沼さんは、いや、その方向性は違うって思って、それを拒否ったわけですよね。で、その結果、決別になったわけですよね。うん。つまり、お互いのですね、考え方が合わなくなったからこそ、番組を終わらせよう、やめさせようっていう話になったわけですね。まあ、これはですね、確かに急展開ではありましたけども、流れとしては別におかしくないじゃないわけですよね。うん。だってそうじゃないですか。番組っていうのは、出演者とですね、テレビ局が二人三脚で肩を組んで一緒に頑張っていって作るものですよね。うん。ってなった時に、その演者側がやりたいことと、その番組側がやりたいことが全く違う方向に行ってしまったんであれば、その番組を続ける意味はないと思いますし、うん。やめさせれるんだったらやめさせた方がね、お互いのためじゃないですか。うん。ただここに関して言うとですね、まあ急遽すぎる部分がありましたけども、まあそこまではね、おかしなことではやはり僕はないと思うんですよね。うん。急遽すぎるっていう点は変ですけどね。はい。ただあくまでお互いの考え方が合わない状態なんであれば、お互いね、それぞれの道を行くべきだっていうのはこれ自然な話ですよ。うん。でもですよ、それに関してはいいと思うんですけど、じゃあその後に上沼さんがですよ、うん。で、そのスタッフ側、テレビ局側にしたらですね、再放送とか編集するものを放送することを許さないっていうのは、これはですよ、これはただの嫌がらせですよ。はっきり言ってしまえば。うん。これはただの嫌がらせに過ぎませんよ。うん。ね。それをさせることによって、そういうふうにですね、編集をノーということによって、テレビ局側にダメージを与えてやろう、嫌な気持ちにさせてやろうっていうですね、そこから来てることがこれ丸見えじゃないですか。うん。まあ、言ってもですよ、言っても25年もですよ、一緒にやってきたわけですよ。まあ、確かに最後の方ぐちゃぐちゃって変な終わり方をしてしまったとはいえ、とはいえ25年前回一緒にですね、ずっと番組をやってきたわけじゃないですか、そのテレビ局と。うん。にもかかわらず、最後の最後でこんなですね、嫌がらずと言いますか、最後に一撃食らわせてやろうじゃないですけど、そんな行動をしてしまうとですね、これがですね、いかに上沼さんのですね、株を下げるかって話ですよね。うん。そんなことをしてしまったら、上沼さんはですね、今後関西での番組どうなっちゃうのって話ですよ。今回終わったのはこのエミチャンネルですけども、他にもですね、いろいろ番組ね、関西でやってるんですよ。うん。で、やっぱり悪評の方がですね、伝わりやすいっていうのはこれどの世界でも一緒ですよね。いい噂よりも悪い評判の方が世の中って広がりやすいもんなわけですよ。ってなった時にですよ。ってなった時に僕が思うに絶対ですね、今関西のですね、その放送局の方では、この話がですね、さらに深いところ、もうなかったら、じゃあ報道には出てないような、もっと深いですね、その上沼さんのですね、ちょっとまずいところだったりとか、そういうところまでですね、一気には広まってると思うんですね。うん。
ってなってくると何が起きるかっていうと、結局やめたのはね、エミチャンネルですけども、その結果他のですね、番組に対してもですね、影響を及ぼしていって、その番組もじゃあ今後どうなるのかって言ったら分かりませんよね。はい。だって他の番組だってですね、先ほども言いましたけど、10月にはですね、その改変期が来るわけですよ。その番組は果たして続けるか否かっていうね、なった時に、果たしてじゃあその番組もですね、他の番組もですね、改変期で引っかかっていろいろ終わっちゃう可能性もあるんじゃないのとかね、もしくはですね、まあさすがにね、10月で急にってことないかもしれませんけど、来年の4月でどうなるかとかね、そういったですね、まあ状況にもあるんじゃないかと思います。はい。だから僕はですね、まあ確かに上沼さんがね、イラついてたっていうのは、まあ腹が立ったんでしょう。それは事実だと思いますけど、だからといってですね、そういうふうに苦楽を共にした番組に対して、最後の最後でそんな嫌がらせ的なことをしてしまうっていうのはですね、まあ今後上沼さんのですね、芸能生活の首を絞めることにつながってしまうのではないかと思います。はい。というわけでですね、今日はこの辺で話を終わります。この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとコメントの方だったらお願いします。どうもありがとうございました。